なんだろう。あ、でも、あの慰められたいですね。もう、あの、落ち込んでる時とか、疲れた時とか、しんどいなとか、そういう時に、こう、そっと抱きしめて慰められたら、もう俺はそれだけで十分です。なんですかね、まあなんか、そんなにこれ言うってあんまり決めることはあんまりないんですけど、多分ストレートに好きだよと伝えるかなと思います。一緒に見てください、伝えられるかなと思います。あの、大体これ言うと怒られるんですけど、まあ、似合ってればいいみたいなところは正直あるなと思うんですけど、まあでも僕もファッションが好きなので、なんかそのファッションが好きっていうのがなんか伝わる感じがあれば、別にどういう系統でも基本あのファッションがちゃんと好きっていうのが当人から伝わればすごく素敵だなと思うので、なんか自由に楽しんでる感じがすごく好きです。怖いもの、ゴキブリです。ゴキブリ怖いですね。ゴキブリダメなんですよね。なんか小さい頃からゴキブリが本当にダメで、一回も多分自分で退治できたことないですね、実家で出ても。そうですね、まあ、あの映画犬鳴村、あの今回ホラー映画ということで、僕あんまり普段ホラー映画って見ることないんですけど、出演のするということを決定したときには、単純にそこのステージに足を踏み入れるっていうこと自体も怖いなってすごく思ったんですけど、もちろん怖い要素はたくさん あって、やっぱり清水監督ならではのジャパニーズホラーの作品になっているんですけれども、なんかそこの中にある人間ドラマじゃないですけど、運命っていうところを、なんかまあ皆さんそれぞれなんか自分が生きている中で感じる運命的なものだったりとか、その格好、家族に対しての感覚とか感情っていうものをなんかこう照らし合わせながら見ていただけると、なんかこう現実と非現実の狭間の複雑なギャップみたいなところをよりなんか深いところで楽しんでいただける。